ガシマン工事、すご。まずはセリーグ工事、青柳選手が抹消。続いてパリーグ、森選手抹消となりました。松川来てくれへんかな、思ってたけどダメか。なんで吉田亮じゃないねん。やっぱり森友行ったか。これはオールスター前に戻れるかどうか。しかも柳田まで行ってるからな。今シーズンもご声援ありがとうございました。また来シーズンもご声援よろしくお願いいたします。マーヘンに無理して長引く方が嫌。ここでしっかり直してまた戻ってきてほしい。せっかく上がってきたと思ったらこれだよ。分かっていたけど辛い。聞いた。ようやくらしい当たりも出だしたし、いつも全力プレーだった森友、サンドオーカー焦らずじっくり直して戻ってきてほしいです。紅林は落とすほどの体調不良じゃないのかな。入れ替え青柳と西潤だけで切れそう敗退行為やん。ぬほ、頑張れ。西潤も見返したれ。なんで打てないって言うてるのに野手は入れ替えへんの。敗退行為か。ああ、今日も無事でした。毎日ヒヤヒヤしますよ。西潤頼みます。ウレーニャより湯浅の方が使い勝手良い気がするけどな。中継ぎでも何でも一軍でしっかりアピールして先発できますように。グッバイ青柳、フォーエバー青柳。朝のニュース通りだったね。西潤や、待ってたぜ。ご視聴ありがとうございました。